万樹大は、朝鮮民主主義人民共和国平壌市中区域の地名、大道江西岸の丘陵地である。金日清主席と金正日総秘書の巨大な銅像並びに、抗日革命闘争と社会主義建設の歴史を表現した大記念塔からなる万樹大記念碑、千里馬銅像がある。平壌市外中心部に位置し、金日清広場の北隣、り、 大道光と普通光に挟まれ、なおかつ両下線が接近しているところにある。北隣にはボタンが控える。この丘には革命の象徴である万寿大大記念碑のほか、南部には立法機関である最高人民会議が開かれる万寿大議事堂、朝鮮民主主義人民共和国の芸術の中心地的存在である万寿大芸術劇場、北部には 千里馬銅像がある。大道高寄りの南東部は2011年から始まった再開発で誕生した高層マンション群となっている。万寿台の頂上付近に位置する。1972年に金日製像が設置されたが、金正日が死去した後の2012年4月に金正日像も横に設置され、親子2代の指導者像が並んでいる形である。 この二つの巨大銅像は、朝鮮革命博物館を背に東向きに立っていて、革命の赤旗と革命戦士軍を表現した大記念塔に挟まれている。背後には、革命の星山白頭山を描いた幅70メートル、高さ12.85メートルの巨大なモザイカ壁画がある。銅像の向きに合わせて、東側の丘の下の勝利通り、地下鉄統一駅前から、 幅の広い階段の山間路ができており、地元住民や外国人観光客がよく訪れるピョンヤンの定番観光箇所となっている。また、ピョンヤン市で結婚した男女は、結婚式後に車で万時代に乗りつけ、家族よりも先に、金日製像に、結婚の報告とお礼の花を添える習慣がある。なお、この丘の金日星、金小日銅像を制作した。 万寿代創作者はその名前に使用しているだけであり、同社のアトリエは万寿代ではなく地下鉄復興駅近くにある。ありがとうございます。